高麗人参のブランド産地、中国は長白山より輸入した高麗人参を日本国内で黒く加工しています。黒くするためには生人参を9回蒸して9回乾燥する必要があります。この9回蒸して9回乾燥させる方法とは、古代より薬草から漢方薬へ加工するときに用いられてきた伝統的な製法です。最近は乾燥機を使用して作る黒高麗人参ばかりになりましたが、私どもは昔ながらの天日乾燥だけで作り上げています。蒸して自然乾燥を、それを9回も繰り返すという手間と時間、全工程を手作業で行うという高い技術力、その両方が必要なため、この製法で作るのは本場の韓国でも途絶えたと言われています。